はい、ということでですね、今これ初めての試みで本当にめちゃくちゃ緊張しているんですけれども、ベランダーさんですね、ベランダーさんの、お宅に、すごく素敵なお宅でですね、全部撮りたいんですけど、もちろんいろいろご事情もあるので、で今このテレビの前にですね、かの有名な、井ノ口さん、井ノ口さんが、競馬を見に来たということで、コントレールですね、はい、見に来られたということで、そういった、スペシャルゲストも、来てくださっていますということで、ではベランダさんお願いします。よろしくお願いします。じゃあ真ん中の部屋の小引き部屋、はい、小引き部屋に今、はい、うわ、もともと物置だったんですけど、はいはい、それを冬の間、はい、室内で小引きすれば温度変化が少ないので、はいはい、それで、一部屋使って、はい、小引きの部屋として作ったっていう部屋なんですね。専用の部屋ですね。そうですね、はい、この配管のこれも、そうです、実はツイッターで見てすげえなっていう、はい、はい、そうですね。室内に関しては、はい、給水を回してて、はい、でこのマーフィートの、はい、浄水器に接続して、はい、で浴室とか、はい、あとは洗濯機、はい、の水栓から水を持ってきて繋いで、すごい、もうなんかひねったら出るような、そうです、すごいでしょ。これ皆さん中も大丈夫ですか。あ、すいません、失礼します。これすごいですよね。これマンションの一室でマーフィード多分使われてる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、マーフィードがですね、ここに、2本と言えばいいんですかね。そうですね、はい、セットされていて、1つのラインだと給水量が少ないんで、はい、2ライン一遍に、2ライン一遍に、そうすると給水の量が増やせるので、水替えの時間も少ない。お考え抜かれたこれシステムですよね。もう何なんでしょうね、すごい、はい、感じになっていますということで、はい、室内は結構、はい、みんなイノフェスがあれば、はい、それに出品というか、はい、販売するために取っておいたという、はいはい、はい、そういう魚になるので、はい、一応大切に室内で育てて、はい、イノフェスの販売まで持っていけたらなということで、はい、取っておいたんですね。なるほどですね。それぞれ洗面器もあるので、はい、魚ちょっと洗面器に乗せばとか、あ、見たいですね、はい、なんか小山さんのおすすめというか、一押しの子がいらっしゃったら、ですか。そうですね、はい、腹巻きのところが金子になってて、めちゃめちゃかっこいいですよね。この辺もみんな、はい、イノフェスで売れたらなということで。あ、今度ありますもんね、はい、自分は15日の回なんですけど、3回ぐらいに分けて、はい、メンバーみんなでかけてやる形なんですけど、はい、自分は15日、わかりました。わかりました。イノフェスの主催の方も来てくださったら、今ちょっと物陰に、井口さんですね、はい、井口さんとベランダーさんと、あと奥様もいらっしゃる。これでベランダーさん、何でいうところ、いや、当歳、当歳、はい、今年生まれた、当歳、大きくなるんですね。すごいですよね。まあ、木頭で型とかはまあいいのかな、頭も出てるし、値幅もあるし、はいはい、終わりも悪くないしっていうことで、まあ、魚としては全然悪くないかなと思ってる、なるほど、魚ですね。これ、木頭っていうのは、はい、食物、なんか食べるものとか、ちょっと系統的な、系統というか、はい、まあ、スワカの小柄とっても、白いやつは出たりするんですけど、はい、あ、でその中で色がまたまたま赤が出なかったとか、はい、赤が出てても、はい、時間が経つと落ちてしまったので、はい、そういう形で、あ、なるほどです、はい、でこれはもともと白かったんですけど、はい、型がいいので、あ、なるほどです。オランダ、日本オランダ獅子頭の場合は、はい、その色というかは白勝ちの魚でも、はい、評価をしてもらえるということで、はい、
なるほど。赤が綺麗なのはもちろんいいんですけれども、はい、まあ、そういうところじゃない部分でもちゃんと評価してくれるっていうと。なるほど。桜あずま、あ、あずま錦もそうですよね。そうですね、はい、この搭載すごくめっちゃかっこいいですね。本当は噴火すごいっすね。噴火すごいですよね。これやばい。中枢の魚であるはずなんですけど、はい、育て方があれだったのか、はい、結構丸手になっちゃって、そうですね、なんか印象、はい、はい、これはこれでまあ可愛いので、めちゃめちゃ可愛いです、いいかなと思うんですけどね。このいや2匹とも可愛いですけど、1匹目に救ってくれたこの、こっちのね、はい、ふんたんやばいっすね、これすごいっすね。すごいですね、はい、プルプルしてる。はあ、そう、ちょっと黄色にかかってる。これはね、はい、ちょっと色上げを結構きつめに今、あ、室内だとやっぱり日光を浴びなかったり、はい、苔がなかったりするんで、はい、この黄色に関しては、はい、クロレラを上げて、なるほどですね、で、はい、こちらです、はい、これをこう上げてるんですけど、はい、そうすると結構黄ばんじゃう、色は上がるんですけど、はい、黄ばみの原因にもなったりするんで、なるほどですね。その食べる量でも結構色には反映されるので、はい、まあ、色を重視して、はい、色が飛ばないように、はい、上揚げの餌とか、はい、あとはクロレラとかを入れて、はい、色を保とうかなってしてるところですね。なるほど。ここがアズマですね。アズマ、はい、あ、これアズマですね、はい。こっちはデラグさん、これは関東、関東アズマ錦ですね。なんか室内の方が意外と頭が出てきた感じが、ちょっとずつ外があんまり出ないんだけど、意外とこれイノベースで販売するんですよ。ああ、素晴らしいです。本当なの？いや、嘘言わないですよ。もうやっぱ太いですね。ちゃんとブラインで食わしてる種類です。あ、骨格が太いですよ、ね、はい、なるほど。石丸さん、あ、石丸さんとか言っちゃった。ベランダーさん。でも確かに洗面器に全部石丸さんって書いてある。これ今、猪木さんさっき、はい、骨格がっておっしゃってましたけど、はいはい、やっぱり食べるもので全然、治療期の孵化してから2、3週間、ブラインシュリンプをやる時期を、はい、まあ、効率よくしっかり食べさせることによって、はい、骨格形成がうまくいくんで、はい、でそこができてないと、はい、こうやって大きくなってきて、はい、肉付きが良くなった時に、はい、綺麗に泳げなくなる。支えられないっていうんですかね。だからただ単純にどかどか餌をあげるだけじゃいい作りはできない。できない。ベランダーさんうまいって、そこら辺に。まだ何年目でしたっけ、飛び岸出して。5年、丸5年経って6年目に入った。意外とキャリア踏んでても、はい、その骨格作りできてない方は多いです。なるほど、うん、でそこに気づかないで進んでいくと、はい、どうかな、行き詰まっちゃうかな、魚作りってなるところ、はい、これはめちゃくちゃ勉強になるお話が今聞けたかと思いますので、皆さんぜひブラインシュリンプを。I feel like letting go. Get
Christmas on my energy. My battery's pretty low. Do you see the clarity?